はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。本日は先だって3月22日ですけれども、参議院の予算委員会、その公聴会で、証言をされました、大変重要な証言をされました、元スイス大使の村田光平さんをお招きしてお話を伺います。村田さん、はじめまして。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今冒頭ご紹介でですね、申し上げたように3月22日ですか、参議院の予算委員会の公聴会で、ご発言なさいまして、でそこで、この今大変大問題になっている、福島第一原発の4号機の使用済み核燃料のプール、これの危険性について警鐘を鳴らされました。で村田さんは元外交官、スイス大使でもお務めになられたということで、国際社会に大変な知識をお持ちでいらっしゃって、世界中にですねこの問題大変危険だよということで、警鐘を鳴らされているとお聞きしております。まずはですね、この話から伺っていきたいと思います。4号機のですね、使用済み核燃料の問題、これ1535本あるということですけれども、さらにこの22日の公聴会の時にです、それだけではない、近くにもっと大量の使用済み核燃料が保管されているということも、これは初めてだったかどうか分かりませんけれども、広くですね、世間に知らしめました。まず、どのような危機感をお持ちなのか、お話し願えればと思います。その4号機につきましては、その1535本のほかにですね、共有プールというものがありまして、そこに6000本を超えるこの燃料棒があると。さらにさらにこう詳しく調べてみますと、すいません、ごめんなさい、失礼しました、つけられたらちょっと甘かったです、はい、そこにはなんと合計1万4225本の、燃料棒があるということが分かっているわけですね。4225と、そしてそれがもしこの人類の経験したことのないこの大気中で火災を始めますと、もうこれは水じゃ消せなくなると。そして大変な放射能が出て、もう近寄れなくなると。従いまして、そこからもうまさに総撤退せざるを得なくなると。作業員はですね、そうすればこの4号機はおろか、1,2,3,4,5,6 全てがですね、もうコントロール効かなくなると、これは私はかねてから警告を発してたんです、ちょうど2年前にスイスのバーゼルで、世界核戦争防止世界大会がありまして、その場で私はこの天地の摂理という話をしまして、やはり地球なり人類を守るという天地の摂理に反するようなものについては、その人間の力の及ばざるところで天の摂理が働くと、その例として挙げたのがレーマンショックでございます。そしてそれによって今度は自動車がエコ化、電気化に向かわされたと。そしてさらに原油のメキシコ湾原油の流出事件があったと。こういう天地の摂理というものが具体的に感じられていたわけでございまして、そこでその2年前の8月のバーゼルで、次は核の大惨事の可能性があると、これが起きたらば世界の究極の破局になりうると。だからこれを未然に伏せるために人類の全ての英知を結集しなければならないと、そういう呼びかけをしていたわけです。それが残念ながら起きてしまったわけです。そして恐ろしいことは、ちょうど菅前総理が東京電力の総撤退を食い止めましたけれども、もしあの時点で総撤退が実現していれば、まさに4号機崩落と同じ事態が起きたわけで、これは世界の究極の第一歩になり得たわけです。このように原発を使うことのこの恐ろしさというものが現実に存在したと。そしてそれが究極の世界の究極の破局につながりうるものであるということを日本は体験したわけでございますね。そういう意味で私は菅前総理にはそれを世界の指導者に知らせるこの使命があるということを申し上げているわけなんですが、そういう前ことがありましたので、私はその究極の破局に
この福島事故がつながらないと、うん、この今日のこの時点でもそれが断言できないという恐ろしさをもう抱いていたわけでございます。そこで4号機の危機、さらに4号機と合わせて私は世界を脅かすものとして再処理工場、6カ所の再処理工場を挙げたわけです。